はい、鶏の胸肉です。これがうなぎの可愛いなのなんて信じられませんね。まず半分に切っていきます。これにお酒を大さじ1杯かけていきます。そして10分間置いておきます。はい、小麦粉を大さじ1杯、先ほどの胸肉にまぶしていきます。表面になりますかね。はい、 OK。 はい、酒、みりん、そして火をつけてアルコールを飛ばします。はい、アルコールを飛ばしたら炭醤油と混ぜて詰めていきます。さあ、サラダに入れて、さらに焼いていきます。はい、ではお願いします。はい、再び火をつけます。香ばしい香りが出るまでつけます。はい、これがうなぎに見えるかどうかはあなた次第。はい、お吸い物を作っていきます。からスープの出汁、本出汁ですね。それからまずしめじを先に煮立てます。その後に、昆布、泥昆布、そして、三つ葉、そして醤油を味付けに少しいっぱい入れます。
はい、本だし、ガラスープの素と昆布チーズを入れます。しめじを入れまして、これで一煮立ちいただきます。さあ、よく煮ます。そして醤油、これを昆布、そして最後に三つ葉を入れます。たっぷりです。これで出来上がり。はい、薬味を準備します。細ねぎもこのちぎりです。はい、山椒、はい、桜わさびです。はい、OK です。はい、カルナッツを取りました。薄切りにしていきます。そうだ、大体ですね。はい、ごまです。のりです。はい、なんかネギですね。わさび、で山椒です。はい、完成です。はい、これを切っていきます。はい、温かいご飯です。はい、つゆを垂れます。そして糸をかけて、ごま、山椒、ネギです。はい、わさび、のりで、はい、完成です。はい、スープをつけます。マジでね、完成です。